これより委員会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。委員長、岩崎委員。日本共産党の岩崎です。私の方からですね、バス事業について、質疑いたします。9月に出されましたこのバス事業のですね、民営化譲渡の考え方、これによりますと、バスのですね、路線は、民営化がですね、なるかどうかにかかわらず、2014年の4月1日に、今の100路線をさらに14路線カットするということです。これはもうすでに近畿運輸局にですね、届け出したんでしょうか。渡辺運輸課長。お答えいたします。平成26年4月に実施を予定しておりますバス路線の見直しに伴いまして、バスを運行しなくなる区間の廃止にかかる手続きにつきましては、道路運送法の規定に基づきまして、廃止予定日の6ヶ月前となります9月30日付で事業計画変更事前届出書を近畿運輸局へ届け出たところでございます。委員長、岩崎委員。そういうことなんですけどもね、もう今年度もですね、まあ、路線とかね、便数も、もう随分とね、減らされて、まあ、市民から苦情が絶えない状況だと思うんですが、その上にさらにね、カットすると、これ、とんでもないと言わなければいけないなと思います。で、車両もですね、車両についても560両から530両に、これ、減車するということでね、かつてはですね、大阪市は占領体制と言われていたことがあったわけで、養蚕減ったもんだなと本当に思います。主要都市の中ではね、本当に最低クラスになるんちゃうかとこのように思うんですが、どうでしょうか。渡辺運輸課長。主要な公営バス事業者といたしまして、東京都、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市の平成24年度決算の車両規模を公営交通事業決算調べで比較いたしますと、東京都が1453両で最も多く、大阪市は赤バスの廃止に伴う減車もございまして560両となっており、最も少ない神戸市の539両に次ぐ規模となってございます。まあ、しかしながら、これら車両規模は各都市の人口規模や鉄道などの整備状況、他のバス事業者の運行状況など都市の交通環境がそれぞれ異なりますことから、単純には比較できるものではないと考えでございます。なお、平成24年度の実働1日1社あたりの輸送人員を同じく公営交通事業決算調べで比べますと、大阪市が1日1社あたり375人の輸送人員であることに対しまして、本市を除く5都市の平均は1日1社あたり448人となっております。このことは本市では他の5都市の平均よりも輸送人あたりにして約 1.2 倍に相当するバス車両で輸送サービスを提供していることになりますので、他都市と比べて決して低い水準にはないと考えてございます。委員長、岩崎委員。資料配布をよろしいでしょうか。岩崎委員より質疑の参考に資するため資料の配布の申し出がありますので、これを許します。まあ、先ほどルール局の方が説明していただいているんですけども、まあ、単純に比較できひんと言うんですがね、まあ、この2010年と2013年度の比較というのを出しております。資料1を見ていただいたらそうなっておりまして、まあ、まあ、他都市はね、やっぱりどこも維持するように努力しているというふうに思うんですね。で、これ大阪市はですね、やっぱり、まあ、赤バスのね、減いうのを考慮したと しましても、まあ、突出した減らし方ですよ、これは。でね、これではやっぱりね、市民から苦情が寄せられるというのは当たり前やと思います。ところでですね、
今度のバス事業の民営化、譲渡の考え方について、この中にですね、事業性のある路線、これが58系統になっております。で、民営化プランではですね、59系統残すということになってたんじゃないでしょうか。どうですか。渡辺運輸課長。お答えします。本年9月のバス事業民営化譲渡の考え方についてにおきましては、事業性のある路線と、地域サービス系の路線に区分しまして、営業所別のシミュレーションを行ってございますけれども、その中で各営業所に担当する系統数をお示ししてございます。委員ご指摘の58系統とは、この事業性のある路線の各営業所の系統数を合算された数字と存じますが、このシミュレーションにおける営業所の系統数には、住吉車庫前から出戸バスターミナルまでの間を運行してございます45系統が含まれておりません。この45系統につきましては、住吉車庫から出戸バスターミナルを起点とする他の系統を運行するための出庫系統でございまして、その運行区間のほとんどが重複している4号系統、地下鉄住之江公園から出戸バスターミナルの系統でございますが、この系統に統合してシミュレーションしているものでございます。委員長。岩崎委員。出戸バスターミナルから、住吉車庫前を走っていろいろですね、40号系統ですね、これは、廃止するということなんですね。そうなればね、確かにその便数増える地域というのも出てくるんですけども、大部分はこれ便数減るんではないかと思うんですね。それでね、さらに、この中には東成営業所も廃止すると、また車両も減らすということで、路線カットだけでなくてですね、残る88系統についても、これ便数も全体としては減らされんではないかと思うんですが、どうでしょうか。渡辺運輸課長。各路線の運行回数でございますけれども、現在停留所の位置や所有順を含めた詳細調整と合わせまして、系統ごとのご利用状況に応じました設計作業を進めているところでございます。運行回数などサービス水準につきましては、交通調査のデータを基本に、全体として、効果的かつ、効率的な必要なバスサービスが確保できますよう、需要の実態に応じたきめ細やかな設計に努めてまいりたいと考えでございます。委員長。和崎委員。サービス低下しないというんですが、私から言わせたら減らされる可能性は大だと、こう思います。ところでですね、バスの運転手さんの雇用なんですが、これ結局ね、現状ではですね、民間会社などに採用される保証はないと、バスドライバーとしてですね、バスドライバーとして、民間会社に採用されるという保証ないということなんでしょうか。お願いします。交通局労務課長、西野です。西野労務課長。お答えいたします。民営化に伴います職員の再雇用先の確保ということでございますけれど、民営化を実施していく上で、非常に重要な課題であるというふうに認識しております。本年1月の団体交渉におきましても、労働組合と職員の雇用を確保することを前提にして民営化の協議を進めていくことを合意したところでございます。バス運転手の再雇用先の確保につきましては、あらかじめ再雇用先の提示を行った上で、職員の意向を踏まえて雇用対策を行っていくこととしているところでございます。具体の雇用先につきましては、譲渡先のバス会社への転籍を基本としておりますが、それでも不十分な場合につきましては、他のバス会社、運送会社、タクシー会社などの職歴を生かせる雇用先の確保に努めてまいりますとともに、今後、バス運転手が従事可能な新規事業につきましても検討を行ってまいりますことによりまして、円滑な雇用対策の遂行に努めてまいりたいと考えているところでございます。委員長。岩崎委員。転籍を基本としながら、しかし
ちょっと なんかよくわかんない、はっきりしないなと思うんですけどね。それで、まあ、今回ですね、受け皿、まあ、受け皿会社と、まあ、この位置づけになるのかどうかは分かりませんけれども、運輸振興にですね、随と、ごめんなさい、随上とも、これされようとしているわけですね。で、仮にね、運輸振興に、市バス運転手が大半、まあ、転籍するとした場合に、給与水準、これ一体どうなるんでしょうか。お願いします。委員長、労務課長西野です。西野労務課長。お答えいたします。平成24年度決算におけます当局と大阪運振興株式会社のバス運転手の平均年収を比較いたしますと、大阪運振興株式会社のバス運転手の方が約 35% 低くなっているところでございます。委員長。岩崎委員。35% ぐらい、で元のバスの運転手さんの給与から言えば 40% 近くだということを、まあ、ヒアリングの中で聞いてるんですけども、まあ、そうなりますと、まあ、3割5分からですね、4割も下がるということで、まあ、本当にね、今ただでさえですね、給料 2割カットされまして、運転手さんたちがですね、まあ、住宅ローンも払えないとか、まあ、本当にしんどい状況がね、続いております。まあ、その上、さらにですね、まあ、2割からカットのするという追い打ちが、まあ、かけられることになりますね。まあ、ここの、まあ、現場で働いているバスの運転手さんの方はですね、方々は、これ、了解してるんでしょうか。お願いします。労務課長、西野です。西野労務課長。お答えいたします。今後民営化の際のバス運転手の処遇につきましては、今後労働組合との間で十分に協議を行って決定してまいりたいというふうに考えているところでございます。岩崎委員。まあね、そういうね、むちゃくちゃなんですよ本当に。まあ私がですね、まあ、何人かの運転手さんに聞いたところによりますと、まあ運転手さんみんなね、民営化は承服しかねると、まあ、こう言っていますよ。まあ、それはね、労働者にとって本当にね、重大な問題ですからね、これ。で、それぞれみんなですね、真面目にですね、市営バスのドライバーとして、まあ、雇用されて平均してですね、20年も勤めて、平均20年勤め上げている方が多いわけで、それがどうしてね、こんな仕打ちを受けないかんねんという話をされてますよ。でね、やっぱり民営化云々という前にですね、まず職員の了解をやっぱり得るべきではないかと思うんですが、どうでしょうか。委員長、労務課長西野です。西野労務課長。お答えいたします。民営化実施の際のバス運転手の処遇につきましては、まあ、雇用の確保を第一に取り組むこととしておりますが、職員の理解を得るべく十分な労使協議や職員への説明を行ってまいりたいと考えているところでございます。委員長。岩崎委員。まあ、理解を求めていくということなんですが、もう本当にね、これやっぱり民営化はとてもじゃないですけども前に進められる状況じゃないと、まあ、このように指摘しておきたいと思います。それでですね、債務等の、債務などのですね、精算について、正しておきたいと思うんですけれど、資料の2を見ていただきますと、これが一般会計、地下鉄からの出資金、それぞれですね、110億円、296億円、まあ、計406億円あるわけですね。これはまあ、バス事業が債務超過ということなので、清算する場合に通常は返ってこないというふうに思います。その場合、一応これ、市民のね、財産が毀損するということになると思います。そう理解していいんでしょうか。藤本局長。
委員にのそういう質問に関しましては交通水道委員会でも一度お答えしたことがあります。市民の財産を毀損するということは、これは交通事業がなくなるから毀損するんだというふうな誤解を生むというふうに私は判断をいたします。市民の財産を毀損するというのはバス事業が赤字を出したその瞬間に市民の財産を毀損しているわけであります。で、これをどんどん毀損しながらでも公営を続けていますと毀損した市民財産を表に出さないことに過ぎません。先ほどお話ございました、乗務員には今まで通りの給料を上げてください、乗務員の了解を取ってください、このことが市民の財産を毀損することになります。したがって私どもはこれまで貯め続けた財産を毀損せずに処理するということはこれと同額の黒字を出すまで頑張らざるを得ないということであります。でそのことが不可能であれば赤字が拡大しない間に市民の財産がの毀損が拡大しない間にあからさまに出すこと、これが一つの民営化の効果というか民営化の結果であります。しかし、こうして作り上げた、赤字累積赤字というものを処理するに関しては関係部局としっかりと調整をして決めていきたいと思うところであります。岩崎局長、前も僕は私ちょっと議論させてもうたんですけど、私たちの立場からすればこれ地下鉄と一体経営で やればあの赤字は累積されていかないんです。でやっぱりね、関係局と協議するということばかりおっしゃってるんですけども、やっぱりそんなことでは済まされないなと思うんですね。バス事業がやっぱり廃止になるというなら、これ帰ってこないですよ。ね。で、これ以外にですね、企業債の一括償還、これが102億円、退職金支払いが110億円、で計212億円と、こうなるんですけれども、これは三積債で当てることができると、思うんですけども、問題はですね、一般会計の62億円と、地下鉄会計の借入れ金、これ46億円の合計108億円ですよ。これどう処理するつもりでしょうか。交通局、事業管理本部、経理課長、唐池です。唐池経理課長。お答えいたします。バス事業の生産問題についてでございますが、今後関係部局と協議して検討してまいりたいと考えております。以上でございます。岩崎委員。これほんまに私がね、交通委員になって、橋本市長誕生してからですね、もう1年半ぐらいずっとこのことばっかりやってるんですけども、これね、やっぱりずっと聞き続けているのはね、やっぱりこれが民営化のですね、政府に関わる大問題だと思うからですね、これきちんと返せるのかどうかですね、はっきり答えていただきたいと本当に心から思うんですけども、結局関係部局と協議するという繰り返しでですね、返すめど立ってないというふうにしか考えられないんですね。もう一度お願いします。交通局経理課長、唐池です。唐池経理課長。繰り返しのご答弁で恐縮でございますが、バス事業の債務処理につきましては関係部局との協議はもちろんのこと、現有する資産を可能な限り活用し債務処理を図ってまいりたいと考えております。委員長。岩崎委員。返せるめどを聞いてるんですけど、答えてくれないので、こっちから断じさせていただいたら結局返すお金ないんですよ。でそれでね、三積債はですね、一応期限で言いますと今年度末ということになっております。これは今後どうなるんでしょうか。お願いします。交通局経理課長、唐池です。唐池経理課長。
お答えいたします。山積債についてのお尋ねでございます。民営化基本プランにおきましては、バス事業の廃止に際しましては、借入れ金であります企業債残高156億円、補助金の返還額5億円や退職金などの資金調達について、第三セクター等改革推進債、いわゆる三セク債でございますが、その活用が考えられ、現有する資産を可能な限り活用し、資金を調達することとしておりますが、三セク債は委員おせのとおり、平成25年度までの制度でございますことから、この制度の適用の可否を含め、一般会計と協議し、対応する必要があると考えております。なお、総務省におきましては、第三セクター等の在り方に関する研究会を発足させまして、平成26年度以降の第三セクター等の経営の在り方等にかかる考え方を示すというふうに聞いてございます。また、本年9月に示されました第三セクター等の在り方に関する研究会中間まとめ案におきましては、次元的に措置された特例措置である第三セクター等改革推進債についても、延長は行わないことが妥当であると記載されておりますものの、経営が悪化している等の状況にあり、多額の損失保証や債務保証や貸し付けを行っている第三セクター等については、抜本的改革に着手していながら、何らかの事情により、平成26年3月末までに抜本的改革を完了させることが間に合わなかった地方公共団体に対しては、必要最低限の経過措置を特例的に講じることもやむを得ないものと考えられるとも記載されているところでございます。今後この研究会の動向に注視し、情報収集に努め、関係局とも協議しながら対応してまいりたいと考えております。以上でございます。委員長。岩崎委員。そういうことで総務省の方でですね、特例として延期の検討がされているということなんですが、仮にね、そうなったとしましょうよ。でね、問題はですね、やっぱり営業所の賃貸料で、これ、元利償還できるのかということが問題だと思うんですね。7つのですね、営業所のうち、森口などの3つの営業所はですね、地下鉄会計のものになっておりますので、残り鶴町などの4つのですね、営業所、この賃貸料がその原資と、いうことになるんでしょうけども、さっきヒアリングの中で当局によりますとですね、年間賃料が、5億3200万円やということが、伝えられているんですが、これ、元金償還だけで言いますとね、ほぼ40年かかるということになるんですね。これはほんまどうにもならんということじゃないんでしょうか。お願いします。交通局経理課長、唐池です。唐池経理課長。お答えいたします。民営化基本プランにおきましては、平成23年度末、現在保有する土地の評価を、平成24年の相続税路線価をもとに算出いたしまして、評価額としましては251億円と試算しております。土地以外の建物や車両などの母価価格は、平成23年度末現在で175億円でございまして、この建物や車両につきましても、有償による譲渡や貸し付けを行うこととしているところでございます。委員長。岩崎委員。いずれにしましてもね、バスの民営化というのは、やっぱり無理に無理を重ねるようなもんだなと言わざるを得ないです。オスカードリームの問題もまだ残っております。市民の足もですね、労働者の労働条件も守れないと、一般会計の負担も軽くなるどころかですね、軽くなると言ってても逆に重くなる可能性だって大きいわけです。本当にね、そんな中でぬくぬくしているのは地下鉄だけと、こんな無茶苦茶な話はね、やっぱり許されないと思います。バス地下鉄一体として、運営されてこそですね、真に市民の足を守り続けることが、できると、これが道理だということを申し上げて、
質問といたします。ありがとうございました。